今日はですね、フリーランス必聴、クライアント目線で自分を売り込もうというお話をしたいと思います。これはですね、まあなんだろう。実際にはフリーランスの方に限った話ではなくて、自分や、自分の会社を売り込む際の常套手段みたいな話です。で、仕事の作り方についてなんですけれども、仕事の作り方っていくつかあって、当然人の数だけね、正解があると思うんですけども、例えば、僕なんかはですね、オファー仕事ってあんまりやらないんですね。そもそもキングコング西野に仕事のオファーを出す場合、どこに出せばいいのっていう話じゃないですか。事務所に所属していたら事務所だし、フリーランスで活動している人は大体 SNS のね、プロフィールのところにお仕事の依頼はこちらまでみたいなの出したりしていますが、キングコング西野ってそんなやってないんですね。多分、チムニーターのホームページに行くと、下っちょの方にですね、申し訳なさそうにお問い合わせフォームみたいなのがあって、多分講演会のオファーとかはそこから来ているのかなと思うんですけれども、それにしても前面には打ち出していないんですね。仕事のオファーはこちらまでみたいなことは前面には打ち出していないんですね。やっぱり、常に、デタラメなことをしたくて、それこそですね、ミュージカルとか歌舞伎の制作とかって、これ、運億円がかかるんですね。で、その規模の仕事って、オファーとかじゃなくて、自分たちで企画して、自分たちで資金繰りをしてやっていかなきゃ、そんな仕事できないんですよ。あと込みった話をするとですね、お金を出されてしまうと、お金を出しているからを理由に、クリエイティブパートに口を挟まれたりするんですね。もちろん、クリエイティブパートには一切口を挟まないっていう人もいますが、基本的には、あそこをもっとこうしてくださいとか、あれはやめてくださいみたいなのがあると。で、僕はそれが少し苦手で、人生そんなに長くないんだから、やっぱやりたいことをやりたいんですね。その上で、世間の皆様にご判断いただいて、いらないって言われたら、まあそれまでだと。なので、ここで、この場でね、僕が、オファーを取りに行くっていう話を、自分事として話すのはちょっと嘘になるんですけれども、他方ですね、オファーを出させていただく機会っていうのは本当に多いんですよ。今回のプペル歌舞伎だったらですね、うちは自社にですね、美術さんと照明さんを抱えていないもんですから、これ外注になるんですね。で、この人っていう方にですね、ピンポイントでお願いしますと、まあ頭を下げていると。そんな調子で、これを作りたいからこの人にオファー出そうみたいな感じで、まあわがままに活動していたら、まあありがたいことにですね、一緒に仕事をしたいって声をかけてくださるクリエイターさん、フリーランスの方が、まあいらっしゃるんですけれども、決まってですね、参考までに僕のポートフォリオを見てくださいって、まあ言われるんですよ。ポートフォリオっていうのは、これまでのお仕事っぷりをまとめた資料ですね。私こんなことできまんねんっていうやつです。確かにですね、ポートフォリオを用意しておくっていうのは、まあ、むちゃくちゃ重要で、むっちゃ大事なんですけれども、偉そうな話で、まあ、申し訳ない、恐縮なんですけれども、お仕事をですね、お願いするオファーを出す側からするとですね、ポートフォリオを見るだけでは、自分が持っているコンテンツと、その方の技術が、どんな化学反応を起こすかまでは、厳密には想像できないんですね。この方にお願いしたら多分こんな感じになるんじゃないかなまでが限界で、その先はちょっと想像できないと。で、ここでですね、クライアント側の立場になって考えてほしいんですけれども、一緒に仕事をしたいって声をかけてくださる、例えば、動画編集マンさんに対してですね、ご一緒できるかどうかわからないので恐縮ですが、あなたがどこまでやれるかを知りたいので、一旦プペル歌舞伎の30秒CMを作ってみてもらえますかって言えると思います。言ってですね、30秒 CM を作ってもらったが最後、30秒 CM を作らせてしまったっていう責任が発生する。そしてその責任を取らなくちゃいけない。それが本当に素晴らしい映像だったらね、じゃあ次はきちんと、仕事としてオファーを、出させていただきますって言えるんですけれども、なんだよそのクオリティってなる場合もあるわけで、というかもうそっちが大半なわけで、その時にですね、作らせてしまった責任を取るのってめちゃくちゃ面倒なんですね。いやいや、ダメだったらダメで責任なんて取らなくていいですって言われようがですね、クライアントの気持ち的には、やっぱり申し訳ないっていう気持ちが、絶対にそれは先行すると。そんな思いをしたくないので、ご一緒できるかどうかわからないので恐縮ですが、あなたがどこまでやれるかを知りたいので、一旦プペル歌舞伎の30秒 CM を作ってみてもらえますかは、言えないんですよ。じゃあ、フリーランスの動画編集マンが仕事を取るには、どうすればいいかっていう話なんですけども、答えは至ってシンプルで、ご一緒できるかどうかわからないけども、頼まれてもいないのに、プペル歌舞伎の30秒 CM を作ってみるですね。そうするとですね、これは勝手にやったことなので、クライアント側に責任が発生しないし、ポートフォリオを見てくださいっていうのとは違ってですね、クライアントのコンテンツと、私の技術の価格反応を見せているので、やっぱこれはクライアントも判断しやすい。この人にお願いしたら、これが出来上がってくるんだっていう、クライアントも判断しやすいし、そして何よりここ重要ですね。今、プペル歌舞伎の30秒 CM があったら助かるでしょっていう、このセンスの良さ。要するに、他者目線に立てているっていうことも、他者目線に立てる人間ですよっていうことも、売り込めると。特にこれ最後のはめちゃくちゃ大事なラインで、もうむちゃくちゃ大事で、例えばですね、とある劇団がですね、今度地方の廃れた商店街を舞台にした作品を、作りますみたいなことをツイッターでつぶやいていたとすると。じゃあ数ヶ月後にですね、この劇団がですね、作品のポスターを作ることは、これ決まっているわけじゃないですか。僕がその劇団と一緒に仕事をしたいデザイナーだったらですね、もう間違いなくですね、シャレでポスターを作ってみましたって言ってですね、もうガッチガチに作り込んだ次回作のポスターデータを送ります。で、これ採用されないかもしれないですけども、この状態で送ったら確実に見てもらえるんで、自分の仕事は。これが重要だと。そうやってですね、最初はこちら側からコストを支払うっていうのがめちゃくちゃ大事なんだと思いますというお話でございました。